こんにちは、ココです。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今日もデイリータロットリーディングを行っていきたいと思いますが、今日は私にとってですね、特別な日なので、ちょっとその特別な感じでリーディングをしていこうと思っています。私が飼っていたですね、猫ちゃんオリバーっていうんですけれども、この子が亡くなったのがちょうど49日前なので、今日が49日なんですね。亡くなってから49日で、まあね、ペットなので、そのね、人間みたいに49日の法要とかはもちろんないんですけれども、まあ、一応49日は特別な日なので、ちょっとね、それで動画を撮っていきたいなと思いました。この子です。一緒に、ね、いてくれてます。すごく可愛らしい男の子なんですけど、ハンサムな男の子でしたね。シャム猫との雑種だったんですけれども、この子がね、6歳半でしたね。で、亡くなりました。で、もともと結構体は丈夫というか健康な方だったんですけれども、白血病がありまして、猫の白血病ですね、猫白血病が2匹目をですね、途中から飼ったんですけど、その2匹目の子からが白血病を持ってたんですね、子猫ちゃんで。で、そのことを知らないで一緒に、まあ、飼ってたんですけど、それで気づいた時にはもう移ってたっていう感じで、でもその子猫ちゃんはですね、1歳もならないくらいで亡くなってしまったんですけれども、病気でですね、やっぱり白血病があるとですね、子猫ちゃんなかなか、難しいですね。でその子から白血病はもらったんですけれども、大人になってからね、感染したということで、まあみんながみんな白血病発症するわけじゃないから、白血病があってもね、長生きする猫ちゃんもいるからっていう風に言われてたんですけれども、白血病があるとですね、リンパ腫っていう、がんですよね、がんを発症しやすいんですね。で、気づいた時にはもう腎臓がですね、すごく大きくなって、こうプクッとですね、こうお腹をこう撫でた時にこうポコって、なんかあるっていうのが分かるぐらいになっていて、でも腎臓にそのがんができていて、プクッと大きくなって、で他の臓器にもね、リンパにもがんが転移してるっていうことで、でも助からないだろうということで、特に、ね、化学療法とかはせず、まあ、なるべく安楽死もせず、お家で看取りたいなっていうのが私たちの願いだったんですけれども、でちょうど7週間前ですね、アメリカではまだ日曜日なんですけれども、もうこれは今日迎えが来るなっていうのが、こう行動を見てて分かったんですね。それでもうなるべく、ね、家族で一緒に最後までいようっていうことで、もうずっとそばに最後までついてましたね。で、一緒にベッドで一緒に寝てですね、で
でも迎えがねもう近いの分かってたので、それまで起きてようと思ったんですけど、なかなかもう看護疲れですよね、介護疲れで、でちょっと眠ってしまったんですが、はっと目が覚めてですね、でもうその時おそらく意識がなかったんですけれども、こう大きくこう息をこう苦しそうにしてたんですね。もう感覚がこうもう本当に溺れてるような感じで、呼吸がですね、で声も上げることもなく、痙攣してましたね。でもおそらく意識がなかったので、もうその頃にはねおそらくもう意識失って、こう苦しいとか痛いとかそういうのは感じなかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、そういう形で最後、一緒に最後まで一緒にいて、このねこうなんていうかお空に帰るのを見送ることができたんですね。でそれが唯一私たちの望みだったので、なのでもちろん悲しかったですし、その悲しみっていうのはですね、こう今でもまだ言えてないんですね。7週間経つんですけど、ペットロスとかでなられた方は分かると思うんですけれども、なかなかねこの亡くなった後のなんていうかこう感情をねどうするか、感情処理っていうのが大変ですよね。でもちろんその今でも亡くなっていないのが悲しいっていうのもあるんですけれども、例えば闘病されてた、でその看護されてた方とかは、その闘病中にすごく辛い思いをされてると思うんですよね。でそれその気持ちがですね、まだこう消化できてないというか、私もそうなんですけど、まだねその時のこう気持ちがこうふとした瞬間にこう溢れ出てくるんですよね。でもちろんその今の悲しいという気持ちもあるし、その時の過去の悲しいとかいろんな感情がありますよね。なので、今もですねカウンセラーさんにこう定期的に通ったりとかしてですね、心のケアはしてるんですけれども、なかなか難しいですよね。すごく、ね、大切な人を亡くすというのはすごく辛い出来事でもあるんですけれども、同時にすごく美しい出来事でもありましたね。なんていうかこう出来事っていい悪いってないんですよね。その出来事を経験して私たちがこう感じて、その経験を通してこう感情を感じて、でそれでいい悪いっていう風に意味付けをしてると思うんですけれども、それ意味付けをしてるのは私たちであって、その出来事そのものではないんですよね。そのものにはただの出来事として存在しているだけでニュートラルなんですよね。でやっぱりそのどんなにね辛いと思える出来事にもその中でしか見れない景色、その出来事を経験している時しか見れない景色っていうのもあるんですよね。その景色を見せてもらったように思います。すっごくきつくて辛かったんですけど、でも、あんなに
しいこう魂のなんていうかつながりを感じられた出来事はなかったなというふうに思います。同時に人生であんなに辛いことはなかったなと思ったんですけれども、でも辛いからこそ見れる景色っていうのもあるんですよね。でそれをすごく大事にしようっていうふうに思わせてくれたのがこの子の、この子が私に残してくれたものだなというふうに実感しています。なので今日はですね、デッキは一つだけ、こちらの The Wild Unknown Tarot ですね、こちらを使って3択で見ていきたいと思うんですけれども、あなたの大切な人があなたに今伝えたいメッセージということで引いていきたいと思います。大切な方はですね、亡くなられている方でも大丈夫ですし、今、生きてらっしゃる方でもいいですし、ペットちゃんでもいいですし、亡くなられたペットちゃんでももちろんいいので、今ふとね心に浮かんだ大切な方のことをですね思い浮かべていただいて、でその方から今のあなたに伝えたいメッセージっていうのを見ていきたいと思います。で生きてる、ね、方のことを思い浮かべられている方はですね、その方の魂があなたに伝えたいメッセージということで、なんていうかその方の無意識の部分からメッセージをいただくようにします。なのでその方が意識的にそういうメッセージを送りたいと思っているのとはちょっと違うんですね。なのでそこは注意していただきたいと思うんですけれども、結構ね人って自分の無意識の部分を認識していないんですよね。無意識の部分っていうのは、潜在意識とかって言われてますけれども、それは人間の脳の 95% 以上を占めるとも言われてますね。なので人が自分で自分の考えてること認識できる部分って 5% もないですね。でその方の無意識の部分からメッセージをいただきますの でもしもその方が亡くなられているのであれば、もうその方はねもう魂の状態ですので、その方の魂からメッセージをいただきたいと思います。でこちら3択ですね。でこちら1枚取ったのはですね、オリバーから個人的にメッセージをいただきたいと思っておいてます。でもこちらのねカードが気になられた方はこちら選んでいただいても大丈夫です。ではですね、この3つまたは4つの中からお選びいただいて、直感でねピンときたものをお選びください。左側から見ていきますね。 The Hermit、 そうですね、このカードをね選ばれた方はですね、大切な方からのメッセージは、今
なたは過渡期に来てると思うんですね。でそのなんていうか過渡期のこう変わる前の段階でこう一度ね自分の内側になんていうかこう潜る自分の内側にこう深くダイブすることが必要な時期だと思うんですね。で、もしかしたらそれは大変な作業かもしれません。自分の、ね、内側に向き合うっていうことはこう今までね見たくなかった自分の感情とか思いとかそういったことに向き合うことになるので人によってはねそれがすごく辛いと感じるかもしれないんですけれどもあなたがそうやってね自分と向き合うのをこの大切な方がねこう応援してるよってそばにいつもいるよってあなたが辛い思いしてる時は私もそのことが分かってるから、うん、この方がね分かってくれてるからその時はあなたのそばにねこうそっと寄り添ってるからねっていう風に言われてると思います。そしてあなたがご自分と勇気を持ってねご自分自身と向き合われてでそこでいろいろこう精神的なね学びをされると思うんですね。でそのあなたがそうやって頑張ってるのを私はちゃんと見てるからねっていう風に言ってくださってると思いますね。なのでもしもね何かこう辛い出来事とかあったらですねまず第一にその方のことを思い出していただいて今そばにいてくれるんだなって、うん、そばで自分のことを見守ってくれてるんだなっていう風に思っていただいてですねなので何があっても大丈夫、うん、辛いことがあっても自分は乗り越えられるっていうのを信じてですね勇気を持ってご自分の内面と向き合っていただきたいと思いますね。それをこのねあなたの大切な方が望まれているというふうに思います。はいね、とても温かい、ね、メッセージをいただきましたね。あなたのこう心がこう暗い時にですね大丈夫だよってそばにいるよってこうポッとね小さな明かりをね灯してくれるような、うん、そんなメッセージでしたね。ですのでぜひ、ね、この可愛い亀さんですねこの亀さんをそのあなたの大切な方のねこうスピリットのアバターではないですけれども、まあ、化身というか、うん、そういう風に思っていただいてでいつもねその方が辛い時はそばにいてくれるっていうのを実感していただければなという風に思います。はい、以上で一番左側のカードさんからのメッセージになります。では真ん中ですね開けていきたいと思います。これはです死神のねカード逆位置で出ましたけれどももしかしたらねその大事な方はもう亡くなられている方なのかもしれないですね。でその方が一番心配されているのがそのあなたがまだそのこの方のね大切な方の死をなんていうのかなまだこう精神的にこう完全に
消化できていないというか、こう乗り越えられていない部分があるのではないかなというふうに思うんですね。でそれでなんていうかまだこう前を向けずに完全にこう前を向けずにいる、もちろんね立ち直ろうとこう今まで前向きに、ね、努力もされてきているとは思うんですけれども、何かねまだこう心の奥深くの部分でまだこう囚われている部分があるのかなというふうに感じますね。でそのことをねとても心配してくれていると思います。でもこのねカードさんのメッセージでは、そのあなたがそうやって自分のこう死にちゃんとね向き合ってくれてるのがすごく嬉しいっていう風に言われていると思います。であなたをこう苦しませてしまって申し訳ないなというふうには思っているんだけれども、でもそれだけ、あなたがね私のことを愛してくれたっていう、証というか、だからこそこの方の死にとらわれたり囚われてしまったり未消化のね感情があったりっていうことが起こるんですよね。なのであなたのそういうこう愛情とか優しい部分とかですね、そういう部分はこの方がこうちゃんと受け取ってくれているので、なのでこの方のメッセージとしては、あなたが早くこう完全にこう前を向いて、そしてその自分の幸せに 100% こう、ね、進んでいけることをすごく願っていますっていう風に言われてると思うんですね。なのでいろんな思いはありますよね。もしも、まだね亡くなられてない方のことを思い浮かべられている方は、別にそれこの方がこれから亡くなるとかではなくてですね、おそらくその方との関係性の中でこう消化できてない感情とか、トラウマになっている部分とかそういうのがあると思うんですね、関係性の中で。でもその方はね魂の部分ではあなたとそういうふうに関わり合いができたことにとても感謝してくれていると思うんですね。なのでなんというかもういい部分は全部受け取ってくれてますので、この大切な方はですね。なのでもしもまだその囚われている部分、心の中でですね感情とかトラウマになっている部分とかこう罪悪感感じている部分とかがある場合はですね、もうそれはあなたがこう自分でこう捉えてしまっている部分があると思うんですね。そこをもうリリースしていいですよ、もうそうする時期ですよっていう風に言ってきてるとくれてると思うんですね。なのでもうなんというか、許しはいただいてますので、その大切な方からですね。なので少しずつねリリースできる部分はリリースされていったらいいと思いますね。大変な作業にはなるかとは思いますが、でも一番なんていうかこう忘れないで
ていただきたいのが、もうこの方はね、全部受け取ってくれてますので、なのでこれからね、少しずつご自分のね、ために 100% をご自分の幸せのために使えるように、そういったね人生を送れるように、あなたのことを願ってますよっていう風に言われていると思います。はい、以上が、真ん中のカードさんからのメッセージでした。では一番右端のカードさんですね。こちらはソードの5ですね。こちらソードの5、そうですね、こちらのカードを選ばれた方はですね、なんかね、罪悪感がすごく感じますね。もしかしてその大切な方をこう傷つけてしまったとか、なんかね、そういう風にね思われてるんじゃないでしょうかね。で、その罪悪感にこう囚われてですね、ご自分でこうご自分を罰してしまっているっていうようなこう現状が伺えるんですよね。で、もしかしたらその無意識の部分で、意識的にね、その自分を罰そうと思ってされているわけではないと思うんですけれども、なんかね、やっぱりこう、なんか自分のせいでね、相手を苦しめてしまったとか、あの時ね、もっと自分がこうしていればっていうような、こう罪悪感がね結構強いんではないかなというふうに思いますね。それゆえご自分がなんていうかな、こう幸せになるのを自分で許せないというか、なんかね、そういう状況を感じるんですよね。で、そのね、なんていうのかな、こう状況、そうなってしまった状況っていうのは、そのこと自体に意味っていうのはないんですよね。だからその状況を経験する必要があったから、だから起きた、それだけなんですね。で、あなたはその状況を経験して、で、今こういう状況になっていて、で、そこからどうするかっていうことなんですね。で、それをぜひね、気づいてくださいっていう風に言われてると思うんですよね、このカードを選ばれた方は。で、結構ですね、なんていうか、このカードを選ばれた方のなんていうか大切な方っていうのはね、結構ドライな感じなのかなっていうふうに思いますね。なんかね、ドライというとちょっとネガティブな感じがするんですが、なんかね、こうなんかさらっとしてる感じですよね。なんかどっちかっていうと、なんか今のこうあなたの状況をもうね、しょうがないね、もうそうなっちゃってみたいな、なんかそんな感じでね、こう言ってくれてるような気がするんですよね。で、あなたがその罪悪感を感じていることっていうのも、多分この方にとってはもう全然何でもない、もうそんなこと気にしなくていいのにみたいな、あなたにとってはすごくこう、なんていうかな、大きな大変なことで、こうね、今までこうそれによって
自分の心をねこう苦しめてしまうほどだったかもしれないんですけれども、この方はねもうそんなことしなくていいのよっていうふうに言われてる気がしますね。でそれはもうあなたにその囚われから早く、ね、解放されてほしい、もう私全然そんなのね気にしてないからもういいのよってこうなんかねそんな感じのメッセージな気がするんですよね。なのでなんていうのかな、ちょっとこうふっとそれで肩の力が抜けるんじゃないかなっていうふうに思います。こうあなたがね思っているほど相手の方はこう全然深刻じゃなかったというか、なのですごくねありがたいメッセージですよね。そういうふうに言ってもらえると、ああなんだってこうちょっとほっと一息つくことができますよね。まあ、それで罪悪感一気にリリースできる方はいいと思うんですけれども、でも一気に全部リリースできないという方もいらっしゃられると思うので、そういう方はねプロの方のねカウンセラーさんとかのに話を聞いていただいたりとか、または身近でね信頼できる方でこうお話を聞いて、ね、いただける方がいるのであれば、そういう方とお話をしたりとか、罪悪感っていうのはねとても厄介なエネルギーあるんですよね。こう自分で自分をこう蝕んでいくようなエネルギーなので、そこからねあなたに早く解放されてほしいっていう風にこの方はね願ってるんですね。なので、そこをですねその方の、優しさですよねを受け止めていただいて、でご自分をね少しずつこう楽な方に解放されていけるようにね頑張っていただきたいと思います。はい、以上が一番右端のカードを選ばれた方へのメッセージですね。最後こちらオリバーからのメッセージです。これ太陽のカードですね。太陽のカードってすごく私にとって特別なカードなんですね。私にとってオリバーは太陽みたいな存在でしたし、この YouTube のねアイコンもタロットカードの猫ちゃんのね絵が描いてあると思うんですけれども、これはキャットタロットの太陽のカードなんですね。でその太陽のカードに描かれている猫ちゃんが本当にオリバーそっくりで、なのでこれはオリバーのカードだねっていう風に、言ってたんですけれども、なので私の中でこう太陽ってオリバーの魂なんですよね。なんかもう、言葉はいらないなっていうふうに思いました。やっぱり私にとってオリバーは太陽なんですよね。いつも太陽の光ってあるんですよね。で私たちを照らしてくれてるんですね。で私たちのコンディションというか状態によってはその太陽が見えなくなる時もあるんですね。例えばね夜とか曇りの日とかね雨の日とかは太陽の光届かないですよね。でもだからといって太陽がこう輝くのをやめているわけではなくって、
った羊がどんな状態であっても太陽っていうのはいつも輝いていて、でそのエネルギーっていうのは見えなくても私たちのところに届いている状態なんですね。でそのことをね、すごくなんていうか改めて忘れないでねっていう風に言ってくれてるんだなっていう風に思いました。やっぱりね、まだこう悲しみとかこう辛いっていう気持ちとかそう感じる時ってこうやっぱり心がこう落ち込んでしまうんですね。で落ちてる時っていうのはなんていうかね、その大切なね方とのつながりを感じるのはなかなか難しいと思うんですね。っていうのがもうね、この方の魂、私にとってはオリバーですけれども、この方の魂っていうのは太陽みたいにこう光の国にいるんですね。でそこですごくキラキラ輝いていて、すごくなんていうかこう上にある存在なんですよね、エネルギー的に見て。でこの気持ち的にこう沈んでしまってる時っていうのはこうエネルギー状態がこう下がっているので、こう私たち下に行ってしまってるんですね。そうするとこうで、この大事な人は上にいて自分はこう下にいるので、なかなかね夜になって太陽の光が見えないみたいな状態になってしまってるんですね。でもそんな時でもこの太陽の光っていうのはいつも輝いているし、いつもあなたにこうメッセージとかエールをね送ってくれたりっていうのをしてるんですね。でそれに対してあなたがこうねコンディションの状態によって受け取れたり受け取れなかったり気づいたり気づけなかったりっていうだけなので、でもそれでもなんていうかな、それでもいつも私はあなたのねそばにいるよ、そばにいるっていうか、あなたのことを思ってこうねあなたにこう光を届けたいと思ってますよっていうのを言ってくれてると思いますね。っていうかこうすごく本当太陽みたいに温かいメッセージですよね。はい、ちょっと途中こう感極まってしまいましたけれども、やっぱりそうですね、タロットはですね、こうペットの気持ちとかも分かったりするんですよね。私もそうだったんですけど、このオリバー看病中とかよくねこうタロットでこうオリバーにの今の気持ちを知りたいなと思った時はこう質問を投げかけたりとかしてですね、でタロットを引いてたんですけれども、もう本当にね面白いくらい、もうこれはこの子からのメッセージだなっていうのがもう分かるようなカードが毎回出るんですよね。もう今回も本当そうだったんですけれども、なのでまあね、アニマルコミュニケーションとかも最近は、ね、よくありますけれども、タロットでもですね、ご自分のペットちゃん、ね、生きてるペットちゃんでも亡くなったペットちゃんでもこうコミュニケーションを取ることができるので、これもねまたなんというかタロットの魅力の一つだなというふうに思いました。はい、以上で
このカードデッキさんからのですねメッセージすべて受け取りましたので、何かね一つでも心に響いたことがありましたら受け止めていただけますと幸いです。はい、以上で今日のデイリーリーディング、あなたの大切な方からのメッセージを終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。